さあということで今回は Dear My Little Hero ということで新イベントが来たんでやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。始めていきましょうか。9000はいけるね。さあということでね、ヒーローでなんか映画撮影をしていくみたいな話やな。次はどんなの作るの？ねえ、なんかドームの人に見せる映画を撮るみたいな、あれは見たけどな。とびっきり楽しくて見た人に勇気が与えられる映画よ。これ小さい頃かな、キャロル。楽しみ。うん、へえ。なんか映画、あ、ヒーローとかに憧れてた。スカーレットはどうしていつもヒーローが出てくる映画を作るの？かわいい。それはね、昔ヒーローに助けられたからよ。あなたが小さな頃にね。すごい、羨ましい。私も会いたい。お母さんかなこれ。そうね、いつか会えるといいわね。うん、へえ。小さい頃からこれつけてたんやな。はい。お、キャロルがでっちょっと、うん、でっかい。どこの国でもいいものね。大きなスクリーン、サウンド、それとポップコーン。あれやねんな、やっぱ映画好きなんやな。エクサイティングなヒーローの活躍を見て、うん、士気が高まるのを感じるわ。ラインナップも旧作から新作まで充実してるし、また来たいわね。うん、全体的に発音がいいな。リクエストしたら旧作でも上映してくれるのかしら。思い出のがあるんかな。ここならもしかしたらスカーレットの映画も。これお母さんが出てた映画があるんかな。サン 1X のキャロル・リーパー部隊長は、はい、司令官室に出頭してください。呼ばれてんね。What? 何かしら。へえ。さあということで司令官室へ。休日なのに呼び出してごめんなさい。うん、No problem。 私に何か用があるんでしょ。ええ、少し相談に乗ってほしいことがあってね。はい。アメリカのニューヨーク支部ではドームの人たち向けに映画を配信していると聞いている。なるほど。イエス。セラフ部隊は、はいはいはい、ドームの人たちに夢と希望を与えるヒーローよ。そっか、日本に来てるだけでアメリカの人なんか。私たちの活躍をへエンターテインメントとして定期的に提供しているわ。うん、日本でも同じことをすることになったので試しに作ってみたんだけど意見をもらえるかしら。あー、もう作ってあんねや。でも私は映画に関してはちょっとうるさいわよ。こんなん絶対あかんやん。見る前からさ、良くないってことわかるよ。地味ね。いや、まあアメリカのドッカンはないんか。セラフ部隊がキャンサーを倒すシーンを厳選したアクション性の高い映画だろう。あ、まあでも言うほどひどくないんやな。アクションは no problem、うん、問題は演出ね。ニューヨーク支部では特殊効果や音楽で映像を加工して見る人を楽しませるように編集していたわ。なるほど。何よりストーリー性が変わるね。これじゃあ最初の5分で飽きるわよ。うん、作ったんや。編集に自信があると言った浅見が通用しないとなると困ったわね。へえ、編集もしてるんやな。かわいいな。司令官、おお、このミッション私が引き受けるわ。この流れで映画を作ると。お前映画を作れるのか。うん、ノープロブレム。作れると。ヒーローが活躍するとびっきりのエンターテインメントをプロデュースしてあげる。満面の笑みやん。へえ、それで映画を作り出すと。ディアマイリトルヒーロー。へえ。いやでもな、集まってたメンバー見た、濃すぎやろあれ。さあということでプロローグから1日目進んでいきましょうか。ね、イチゴとマリアとね。これが、はい、現在作戦に従事していないセラフ部隊の人だ。この中からメンバーを集めてドームに配信する映画を作るといい。なるほど、暇人を集めて映画を作ると。基本的に本企画に司令部は全面協力します。何か必要なものがありましたら
遠慮なく声をかけてください。わかりました。オッケー。何かあれば連絡するわ。うん。さて。まずはね。まずはメンバーを決めようかしら。うん。うん。獣揃いのセラフ隊員たちだけど。はい。この中で私がプロデュースする映画のキャストにふさわしいのは。はい。まあ今選んでると、ゲーッ、この6人ならドームの人たちも大満足の映画が作れるはず。実際集まんのかな、これから。キャストが決まったから紹介するわ。はい、カモン。私の選ぶセラフ部隊のヒーローたち呼び出すんや。神崎アーデルハイド。はい、神崎アーデルハイド、お呼びと聞いて参上したでござる。呼ばれたのでございます。なジャパニーズ忍者アーデルハイド。目立つね。いちご。ねえ、もう今金髪さんやけど大丈夫か？キャラかぶりが。休日に呼び出してな。ちょテンション低く。機嫌悪すぎやろ。黒沢マキ。広島のね、ヤンキーの子やんな。気合いのいる仕事じゃ聞いとるわ。うん。どっこいよ、もう、もうこいでこれ、ハイカワ呼ばれて。うちのサイキックが必要らしいな。得意げなってるやん。マリアでアンジェリー。マリア、俺マリアだけはイベントとか見たことないな。くそ、ろくでもない予感がするぜ。こいって。そしてこの私。うん、ギャラルリーパー。以上6名をキャストにしてダークなヒーロー映画を撮影するわ。まあダークなのは集まってるけど、アーデルハイドね。あ、でも見たことないな、イベント。映画。でも笑顔が若干一面。ちなみにメンバー選定の基準は、うん、私がリーダーを務めるということでダークなカラーで統一してみたわ。まあ神崎アーデルハイドはちょっとちゃうけど。一緒にするな、殺すぞ。そ、ダーク感あるわ。 あんたなんてにじみ出るダークさよ。ねえ、なるほど、闇に輝く忍者が求められているわけでござるな。ダークにはその笑顔はないって。まあ私は元殺し屋だけどヒーロー映画だな。ダークの職業ダークよ。ああ、なるほど。最低かやけど、ダークなキャラを押したつもりはないで。忍者がそのダークって言ってんの。うちも暴走族じゃが、お天道さんに顔向けできんようなことはしとらんけの。うん。No problem。知ってるわよ。あんたたちはジャパニーズマフィアね。まあチンピラみたいな感じやけどな。これは普通の大阪弁や。ヤクザ扱いすんなや。司令官には司令官役で出演してもらうわ。分かったわ。そうなんや、ちょっと嫌そうやったけど。あと、ナナースはナレーションで出演よ。あー、似合うな。ました。うん。私は何をするなんなんそのふふん。特にないわ。めっちゃ自信満々やん。なぜだ、このアイパッチとかお前の言うたアクサにぴったりだろ。分かったわよ、何か考えておくわ。役なし。なあ司令官、後悔してねえか。目の前の問題を解決するために最善を尽くす。私の仕事はそれだけよ。だ、最善尽くしてこれか。あとはジェームソングをシューズレジェンドにお願いすることにしているわ。へえ、そうなんや。ヤモリも承諾済みよ。やった。え、うちそのバンドでギターやっとるんやけど。めっちゃ大変じゃない。そのことについてヤモリから伝言を預かってるわ。めぐみ、新曲の練習と映画撮影頑張れ。だそうよ。なるほど。うちの仕事量えげつな。なあ、出演、演奏。皆さんにはこれからキャロルさんの指揮下でドームに配信する映画を撮影していただきます。はい。臨時部隊でダンジョンに行ってキャンサーと戦い、ドローンでその様子を撮影。なるほど。後ほど編集や加工を行ってドーム住民の娯楽にふさわしい映画に仕上げていただきます。わかりました。基本的にこちらから指示を出すことはありませんが、一点だけ、作中で仲間の名前を呼ばないようにしてください。はいはい。どうして？皆さんのプライバシー保護のためです。
セラフ部隊員の個人情報は厳重に守る必要がありますので。まあこれあれか、ドームの人に知られるわけにはいかへんからか。戦うとる最中にそんなこと考える余裕あるんか。No problem。 広島やな。音声は後から編集できるから。戦うときはただヒーローらしく堂々と戦えばいいのよ。うん、ほら簡単やな。うちの気合見せちゃるけな。ちょっと全員乗り気やな。拙者の剣術を披露する時が来たでござる。仕方ねえな。任務か。くそ。いちごのこの顔可愛いやな。っていうか二人いいなこの顔。それじゃ。お似合いやな。作戦会議と行きましょう。うん。さあということで10時半作戦会議。私たちに求められているのは。ドーム住民にとってセラフ部隊が人類の希望であると知らしめるプロモーション、うん、今まで通りの戦闘映像に加工を施すだけでもそれなりに見られるものにはなるかもしれないけど、それだけじゃ物足りないと思うわ。はい、必要なのはストーリーよ。言ってたね。観客が私たちの戦いにのめり込めるような物語を作ればこの作戦は達成できるわ、うん、ストーリー言うたかて、キャンさんに台本渡して動いてもらうんかいな。別に物語の順番通りに撮影する必要はないのよ。なるほど。例えばキャンサーを倒すシーンを撮った後、安全になったダンジョンでその前後のシーンを撮る。編集でシーンの順番を脚本に合わせて入れ替えてセリフを吹き込んで、うん、音楽や効果音、特殊効果なんかを入れたら映画の完成よ。4連続シーンがもうちょっと良かったな。めんどくせえな。そんなわけで、はい、現時点で決まっていることは私たちがキャンサーを倒すことだけ、うん、今のところそれ以外は完全にフリーだから、まずはジャンルをみんなで考えましょう。私は言うまでもなくヒーローものをしたいけど、うん、あんたたちの意見も公平に聞くわ。希望があるものは手を挙げてちょうだい。もう横文字のところだけしか目いかへんくなってきた。日本の皆さんに見ていただく映画を作るということで、サムライや忍者が活躍する時代劇なんかどうでござろう。偏りすぎやって。舞台の半分が日本人じゃねえのに。敵キャンサーやで。獲物セラフじゃし。ノー。頭から否定するのはナンセンスよ。どんな意見も貴重。脚本と編集次第で生きてくるかもしれないわ。なるほど。とんでも系 SF 時代劇ってところか。そんな漫画があった気もするが、難しそうだな。どんどんアイディアを出していきましょう。あんたはなんかないの？一位が？そうだな。キャンサーを倒すところはいじれねえんだろ？だったらそれに対する私らの感情とか、そういうところを掘り下げればいいんじゃねえか？めちゃくちゃまとも。こう大切なもんを失って。折れたり荒れたりしそうな心をねじ伏せて戦場に立つとか、そんなハードボイルドなやつ。ゲーッ。ただ心情をメインに据えた映画はその分セリフがたくさん必要になるわね。いちごめっちゃまともやな。そがなんがありならうちにもちいと考えがあるの。うん、セラフ部隊一群は背中を預けようて一緒に戦う仲間じゃ。仲間との絆や仁義がテーマの映画は、うん、いつの時代もええもんじゃろ。まあそれ肩着のやつやな。なるほど、ジャパニーズマフィアね。うん、じゃあ違う言うとろうが。いやこの場合は違わんのか。人気映画とかええけど。好きなんやな。一つ聞いてもええか、映像の加工ってどの程度のことができるんだ？うん、そうね、簡単な特殊効果だと映っているものの色を変えたり、 CG 素材や爆発を画面に載せたりできるわ。なるほど。よっしゃ、それならそういう特殊効果をバンバン積んでサイキックアクション映画にするのはどないや。メグミンはちょっとずれてたな。最初にちょっとだけ設定の説明して、あとはひたすら派手に飾り付けた戦闘シーンのオンパレードや。ややこしいセリフもいらんし、迫力あって見応えあるやろ。もう最初にストーリーって言ってたんガン無視やしな。うんうん、編集ソフトとそれを使う人の腕次第だけど、そういうのもありね。まあでも一旦受け入れるんやな。マリアは？発言がないけど何かないのかしら。嫌な会議の時やん。別に。好きな映画のタイプを言ってくれるだけでいいの？ああ、なるほどね。そういうのがアイディアにつながることもあるし。マリアってイタリア？
かな。強いて言うなら感情が揺さぶられるような情熱的な展開があるものが好みだ。ほう、やっぱりイタリア人って情熱的なんやろか。パッション口説き文句とかぶちか声でステレオタイプにはめるのはよくねえが、この状況で恋愛ものをしてくるとはイタリア人すげえな。なんかあんまりぽくない感じだったけど、情熱的な展開 ね、 いいね。この調子でバンバンアイディア出していきましょう。なんかチラって見たとき殺すぞとかそういう系しか言ってなかったイメージあるけど、実際喋るとこんな感じやねんな。へえ、まあ忍者は忍者って感じだったけど。そろそろ出揃った意見をまとめましょうか。うん、目立ちたがりな。ヒーロー、時代劇、ハードボイル、忍者、サイキックアクション、パッション。どうやって決めようかしら。舞台長のお前が決めればいいだろう。ほう。そうでござるな。丸投げ。それじゃ、最初は冒険者のアクションアドベンチャーで行くわ。なるほど。何でだ。誰の意見も反映されてない。殺すぞ。あんたたちキャストとしては素人もいいところでしょ。うん。まずは取られることに慣れた方がいいわ。なるほどね。キャンサーを倒しながらダンジョンを潜っていく映像に。いい感じのセリフをつければ、はあ、冒険者のアクションアドベンチャーになるもの。大丈夫かこのまま。セリフは後から作るのでござるか。うん、イエス、みんなで考えましょう。へえ。でも相川にはシーズレジェンドでテープソングを作る作業もあるわね。言ってたね。うちの分は任せるわ。映画のセリフ考えるとか問題か。お前がまとめて考えた方がいいだろう。素人が混ざっても意見が散らかるだけだ。私も初めての作業。まあまあまともやな。殺すとは言って もなんだかんだこの中で一番映画に詳しそうなのはあんただ、うん、お任せするでござる。期待しとるけな。ほ、うん、なるほどね。でもその期待に応えてこそのヒーロー。やってみせるわ。それじゃあ早速ダンジョンに行きましょう。はい。で、撮影が始まると、さあということで、向かいましょう。いちいち発音いいのいいよな。ヒーローなー、うん、バイクで敵の中に勝ち込んでいくシーンとかあったらええの。もう人形もの好きすぎやろ。小道具に使えっかな。チャカがね。はいはい。なんで 3HX から2人も選んでるんだ。基地待機中とはいえ残されたメンバーの訓練に支障が出るだろう。確かにここだけ一緒やもんな。最初に言った通り、私の思い描くダークなヒーロー像にあんたがぴったりだったからよ。なるほど。殺すぞ。ダークな雰囲気なら 3HD にいつもガスマスクつけてるやつがいるだろ。いるな。あいつと帰ろう。いやでもこの殺すぞさ、あんま殺意がないこう愛の殺すぞやったからいいよ。 3HD は現在他の作戦に従事中よ。へえ。逃げられないか。観念してヒーローになりなさい。うん。撮影中は思いっきりキャンサーと戦わせてあげるから。わかった。たっぷり殺させろ。最後は殺意がありました。あ、めぐみ。なあ、さすがに仕事量がえげつないから、うちのセリフは少なめにできへんか。オッケー、調整しましょう。あ、せやけど少ない分、いい感じの頼むね。やるからにはとことんやったる。だ、目立ちたいも目立ちたい。その意気よ。私たちの戦う姿が、みんなの希望になるのよ。うん、せやな。一緒に最高のヒーロー映画を作りましょう。おう、テンション高いな。初絡みなんかな。なんか会ったことはあるけど、こう絡み自体は。スクリーン映えするのはどれでござろう。なあ、すごいよな。ていうか忍者にしてはさ、いろいろね、そのリボンいる？金髪である必要性、その太ももよ。準備はできましたか？はい、一応ね。いや、ここ変わるんや。イエス。はい、ではお気をつけて。ありがとうございます。細かく変わるな。さあということで撮影にダンジョンに向かいましょうか。ということで、12時半昼です。おお、久しぶりにこう来た気がする。撮影用のドローンの準備は OK ね。ロックイン、テンション上げてくれよ。
テンション高いな。殺す。殺す。殺意がやべえ。みんな想像以上にダークすぎる。キャンサーに対しての殺意よ。ガンザキ、私たちがまともに見えるか。滅殺。すんのかい。そうクール。そんで、うちらどないするんや。普通に戦えばやんか。しゃ、バッサバッサ行きましょうよ。そうね。後でシーンは編集でつなぐから。今はとにかく使い勝手のいい映像を撮りたいわ。うん、何も考えず派手に戦いましょう。わかりました。さあということで行きますか。一応ね、そのイベントと同じ感じで行こうと思ったら6000ぐらいしかなかったんで、まあ普通ので来てます。一応ポイントに到達しました。道中の様子も撮るんでござるか。ほう。そうよ。全部を使うわけじゃないけど、素材は大いに越したことないし。まあ確かにな、これはそう。そうでござるか。こうして話している今の拙者もみんなに見られるかもしれないのでござるな。見られる。忍ぶものじゃないな。映像に残しちゃダメなんすらしてめっちゃ可愛かったけどな。使えるか使えないかは編集の時に決めるわ。はい、ということでまたポイント。あんたたち、ここで倒れなさい。休憩すんのに倒れなさいってね。撮影指示が。全力で戦って前のめりに倒れるかっこいいカートに使えるわ。それは見た目に入るでござるな。こんな感じでええんか。ダウンね。すごいな、こんな映像なくない、使わんくない。妙なカットじゃの。だ4人ぼったしで見てるって。五体投地でござる。なんやこりゃ。これに付き合わなきゃいけねえのかよ。3人やらへんのかい。クソ、くだらない作戦に巻き込まれたぜ。いやこれ汚したくないやろうな。服なかなか汚れが落ちんタイプじゃない。ゲームオーバーやん。全滅にしか見えんじゃない。ノー、ドームの人たちにヒーローの敗北は見せられないわ。じゃあいらんやん。この休憩シーンは勝利のために必要な熱いカット。なるほど、一回押してあげるやつね。おー、それは楽しみでござるな。で、次はどんなカットを取るんだ。全員寝転びながらよ。大きめのキャスターと快適した時のカットね。はい、いい絵になるわ。もっと自由にキャンサーを殺させろ。マリア殿、それでは映画にならないでござる。ここの噛み合わせ悪そう。大義の。ここガチギレされんで。とりあえず、そこそこ大きいキャンサーを前に何か相談しているようなキャットと、はい、倒した後に何か決めポーズしているキャットが欲しいわ。なるほど。決めポーズ。せやな。キャンサーを前にして何を喋ればいいでござるか。セリフそのものは脚本ができてから吹き込むから、今は口パクでもいいわよ。でも真剣な表情でいてちょうだい。はい。そういうもんか。分身してもいいでござるか。できんのかい。 No、 まだそれは取っておく。え、それ忍者キャラとかじゃなくて忍者な。術使えんの。キャンサーを探すぞ。まあでも確かにサイキック使える人がいるからな。うちはこの後バンドの練習もあるしな。めっちゃ大変や。それじゃ、はい、今日の撮影の仕上げといきましょう。なるほど。軍の情報だとこの先に大きいキャスターがいるらしいわ。はあ。そこで撮影よ。了解。さあということで一番奥まで来ましたね。さあデカキャンサーと戦うところね。いたわね。うん。じゃあこれから1分間真剣な表情で口を動かし続けなさい。大丈夫なんそれ。辻褄合うんかその銃。
それじゃ戦闘シーンの撮影キャンピカン。キャンサーが今のうちらに気づいて見とったら確かに気づいてないわ後ろ、うん、マジワンパンやんツーパンやけど、ずっとおねんねしておきな、はい、まあさすがに簡単やな、うん決めポーズ取ってたな、いい動きだったわ、うん、拙者目立っていたでござるか、目立ってたよ、まあ、こんなもんだろ、いいんじゃない、大したことなかったの余裕やな、うん一ターンもかからずに終わってたから、戦闘後のカートも今ので OK、 うん、あとはフェリまで戻りながらタイムシーンを取っていきましょう、なるほど、まあ着々となんか作ってるけどどうなんのこれねえ、まともなんができなさそうやねんけど、さあということで1時半、うん、みんな帰ってきて、私はこれからみんなのセリフを考えるから一時解散ね、はい、出来次第それぞれのセリフのリストを電子軍人手帳に送るから、へえ、私吹き込んで私に返してちょうだい、なるほど、はいよ、ほなうちはバンドの練習行ってくる、なあやんな、言ってたよな、楽しみでござるな、うん、たちまち飯でも食うて待っとくかな、うん、茶番もいいところだぜ、お疲れさんみんな、ねえ大変やんな、休日にわざわざダンジョン行ってよ、お疲れ様です、キャロルさん、撮影は順調ですか、マッチロ、いい素材が取れたわ、うん、今からアテレコ用のセリフを書くところよ、ではその間に編集を進めておきましょう、助っ人を呼んでおきました、ほう、編集できない、話は聞いたよ、ドームの人に映画を見せるなんてワクワクするね、僕も力を貸すよ、いやでもめっちゃ敵役じゃないの、あんたはスタントマンというか、最チームの松岡、確かベリーファンダフルなスタントウーマンね、うん、いろんな撮影現場の手伝いをしてきたからねはあなるほど、編集作業だって勉強してきたよ、いやじゃあいいんじゃない、助かるわ、じゃあ、あ、今撮った順に並んでいる映像素材を、うん、出ている人物名と戦闘とか会話とかのシチュエーション別に整理しておいてくれる、大事なやつや、爆発とかの特殊効果もこっちで入れておこうか、戦艦の効果音なんかも頼める、効果音は一から作らないといけないかもしれないね、でも任せてよ、できるもんやな、僕が君たちを輝かせてみせるから、グッ頼りにしてるわなんか編集できる人多いな、それじゃ私は脚本を書いてみましょう、優秀すぎる、ね、ナッセ学者の空いている教室を使わせてもらうわ、うん、まあみんな優秀や、期待に応えないとね、ね、とは言ったものの脚本を作った経験なんてないわ、なあこのマスクに隠れてるだけやけど美人やんな、めちゃくちゃ、こんな時はどうしてたかしら、めっちゃ話それたな脚本書いたことないけど、映画作りは憧れから始まるものよ、うん、そこに自己表現を重ねていってより良いものへと昇華させていくの、映画の先人たちに感謝をしながらね、なるほど、過去のを見て得るものがみたいな感じかな、何事も最初はリスペクトから始めてみるものね、うん、なるほど、さあということでシアターバトル9、司令部から事情は伺っております、来てるんやな、映画館のアーカイブをご覧になりたいということですね、ご指定いただいた映画のフィルムが従業員用の試写室に準備済みです、 Thank you、 へえ、じゃあまずは映画鑑賞、やっぱり映画を作るなら映画を見て勉強するのが一番ね、これ腕組んだ時にさちょっとだけ上に上がってるよな多分、おそらく、おおすごい、映画見てる感じ、勉強のために映画を見るなんて新鮮だ、映画館でこっちの視点になったことないもんな、あんまり映画を見てる人を見てるっていう、やっぱりヒーロー映画はセリフ回しが秀逸で、やっぱちょっと上がってる、どこを切り取っても名言に聞こえるわ、うん、あっ見とれていたわ
やっぱ上がってるよなこれ。さあ、ということで勉強して、そしてマブヤを、神崎にはここで、よし、みんなのセリフはこんなところね。舞台のみんなとナナーセにそれぞれセリフのリストを送ってと。なるほど。これで録音してもらって。待つ間に、私は司令官たちのシーンを撮っておきましょう。さあ、ということで、15時。待ってたよ、とりあえず言われた通り素材をバラバラにしておいたよ。イエース、まずは映像の順番から指示させてもらうわ。はい、いきなりこれなのドラマティックでしょ。あんまりなんかワクワクするよ。あー、いいんや。ゲットタイミング、ちょうどみんなからの音声も集まってきているわ。なんかセンスねみたいな感じなんかと思ったら、これを使うの？ヒロイックでしょ？ワクワクが止まらないよ。あかん方向に進んでない？効果音はどうするの？ちょっと時間がなさそうだからこういうのはどうだろう。アメイジングね。斬新でしょ？斬新なのっていいんか？わあ、これ完成気になるな。お疲れ。僕が持っている技術を全部詰め込んだよ。まあ初めての映画制作やもんな。ドーム住民も大喜び間違いなしで、楽しみだ。まあゆっくり休んでくださいよ。確かに受け取りました。はい、お疲れ様でしたキャロルさん。ねえ、今夜にはドームにこの映像が配信されます。また映画館のスクリーンを借りてセラフ舞台の試写会を行います。そうなんや。本当にこの映画が人の目に触れるのね。まあ確かに緊張しますか？少しね。でも悪い気分じゃないわ。まあでもいい映像になってるんかって言ってたけど、子供の頃からちょっと憧れとかはあったからな。そうですか。私も楽しみにしています。いや、いい映画になるといいんやけどね。間のテンションが失敗方向になってたからな。さあ、ということで7時へ映画が上映されると。試写会の上映を開始します。はい、スクリーンに入場してお待ちください。やあ、お疲れさんキャロル。それとも監督って呼んだ方がいいか？ノリノリやな。キャロルでいいわよ。あんたたちもお疲れ様。おかげでいい作品に仕上がったわ。それ聞いて安心したわ。救世主様としてはかっこ悪いところ見せられへんからな。今から拙者の活躍がスクリーンいっぱいに映し出されるのでござるな。楽しみでござる。顔いいな。じゃが、うちは自分のセリフんとこしか脚本渡されとらんのじゃが、どんな話になったんじゃ？まあ確かにな、止める人は今んところいないと。それは見てのお楽しみよ。へえ。さあ、関係者席だからベストポジションで見られるわよ。いいね。さあ、ということでみんなの目に触れるわけですが、いいね。映画館にこのメンバー濃いな。おお。何これ。If you step out。まあ、ヒーローものか、これ。太古の秘宝が眠る暗き洞窟。6人のセラフ使いたちによる冒険が今始まる。ナナミンのあれな。セラフィックヒーロー、魔窟の伝説。この映画のタイトルなんか？ええセンスじゃの。お、いや、出せよ。いや、思ってたけど、このね、ファミコンソフトみたいなやついいよな。あなたたちにキャンサーが守るという秘宝の回収を命じます。多くの苦難が待ち受けていると思うけど、はい、命を賭して任務に当たりなさい。さあ、セラフィックヒーローズ出動よ。ヒーローものやな。おいおい、司令官めちゃくちゃノリノリじゃねえか。さすがはクラ
ビア経験者だ。いや知られてんのかいみんなに。なんだよそれ。いや忍者知ってんのかい。図鑑の雑誌に載ってたでござるよ。これね。ああ確かに知らん人はこれで知れんのか。世界の命運を左右するという秘宝の回収。その命を受けたセラフ使いたち。そんな彼女たちを見つめる一つの影があった。ほんのりにやけてんのいいな。その秘宝この私が奪い取ってくれるわ。そんな役回りないな。悪役かいな。そんなんでええんか。満足げやな。満足しとるようじゃのう。さあどうなんかな。こっからダンジョンなのかな。軍のアロンの思惑を知る由もなく、セラフィックヒーローズは洞窟へと足を踏み入れる。だが彼女たちはまだ気づいていない。獅子心中の虫がいることに。裏切り者がいるのか恥知らずめ。なるほどね。てててて予算と時間の関係上、ジングルやトークをナナースに演じてもらったわ。なるほどね。無茶ぶりやめたらや。いいんかいそれで。斬新ねって言ってたけど松千代の声やったんかい。洞窟ね、気を引き締めていくわよ。あなんかでもぽくなってるわ。うちに任せときさえ。キャンサーが何匹いようがぶち回したら。神のご加護があらんこと。キャラ変わってるって。いてこばしてる。へえ。キャンサーとの戦いは苛烈を極めた。そして最初の犠牲者が出ることとなる。はや。待ってや。うちいきなり死ぬんか。それと名前出すには何やねんそれ。あと七瀬の交換浮いとるやろ。じゃもう相川の突っ込みないとこの先あかんぞ。マジで。本名は避けるように言われたから、私の方で今日のネームを考えておいたわ。サイキックピンクか。休憩で寝転びよったんを戦士のカットに使うたんか。早すぎるな。全力で戦って前のめりに倒れる格好ええかと言ってたやないか。さ、サイキックピンクの意志は戦士たちが引き詰めてござるよ。あてれこ笑うとるやないか。サイキックピンクは明らかに笑われとるやないか。サイキックピンク。てめえの勇姿は不忘れねえ。サイキックピンク。うちもすぐ行くけ。そっち待っとれ。神のご加護があらんの。ボットやん。一個しかセリフないやん。めちゃくちゃ見てるしょんで。サイキックピンク。サイキックピンクが倒れてもセラフィックヒーローズは足を止めることなく洞窟を進んでいく。助けたれや。てんててんてん。これはあれやな。そして新たな犠牲者が。クソ映画ですね。ご加護が。あら。二個目ね。まあでもまだね、わからんから。バイオレンスシスター。バイオレンスシスター。死者たちが引き継ぐでござるよ。笑とるやん。せやからアテレコ笑とるやないか。バイオレンスシスター明らかに笑われとるやないか。バイオレンスシスター。てめえの勇姿を忘れねえ。バイオレンスシスター。うちもすぐ行くけ。まだね、まだまだわからんよ。また一人と倒れていく中、セラフィックヒーローズの秘宝を守るキャンサーと対峙する。もう編集能力すげえ。人が聞いてる。ここまでたどり着いたわ。こんなシナリオっていうか撮影じゃなかったのに。サイキックピンクとファイオレンスシスターの犠牲は無駄ではなかったでござる。せやからアテレコワロとる。映像とあっとらんやろ。
味方撃ち。なんで黒沢のコードネームはちょっとかっこいい。私に背中を預けるなんて随分と甘いもんだな。裏切り者をやったんや。インフェルノ、どうして仲間を撃った。それが私らの本当の任務だからさ。忍びミラージュ。なるほど、この二人か。ダークリーパー、秘宝は拙者たちがもらうでござるよ。インフェルノ、へぇ、信じてみたらね。悪役やったんや。その時、不思議なことが起こった、うん、ダークリーパーの中に眠るダークマターが怒りと共に目覚め、インフェルノと忍びミラージュを飲み込んだのだ。ジュバー。だいたいこういう横文字出しまくるやつわからんなるから。展開雑いわ。不思議なことでまとめんなや。うわあ。セラミックヒーローズは私一人になってしまったわ。でも世界のために決してくじけない。一人でもキャンサーを倒してみせる。いやもう完全にいいとこ取りしてるだけやん、これ。 CG 処理でうちらが消されとる。いやさっきもよ。こういうね、ヒーロー必ず勝つ。かくしてセラミックヒーローズの記録に残らない戦いが一つ幕を下ろした。マジでこれやりたかっただけやん。そしてダークリーパー一人となった今、セラフィックヒーローズはセラフィックヒーローとして生まれ変わった。彼女の孤独な戦いはこれからも続いていく。図が消えたんか。テテレレテテー、なんでレベル上がっとんねん。やめてくれや。神映画やったな。いい映画だったわね。まあやっぱ作ってる本人は客観的じゃないからな。どこがやねん。拙者思ったより目立たなかったでござる。いやまあまあ目立ってたよ。我に裏切られようとはな。私のせいじゃねえだろ。脚本がそうなってただけだ。ちょっと嬉しそうやん、逆回りに。だら情熱のかけらもない映画だな。二言やしな。映画撮影部隊総員、直ちに司令官室へ出頭してください。出頭。何かしら。いやいつも言ってたか、ま、出頭は。あんな映画流したらお説教の一つくらいあるだろ。キャロルに全部丸投げしたうちらにも火はあるし、おとなしく叱られとくか。これ曲はどうなったんやろうな。もうなんでそんなにネガティブなの。褒められるのかもしれないじゃない。まあ確かにな。言ってみんことには分からんけども、あなたたちの作った映画をドームに配信した結果大変好評でした。お疲れ様。好評なんかい。あれだよ。だから言ったでしょ、いい映画になったって。ドームに娯楽がなさすぎるんじゃない、それ。刺激的な映像だった、熱いストーリーで明日への希望が持てたなどの声がありました。ほんまにええんか、それで。キャロルの狙い通りになってるじゃねえか。あれでちゃんと考えて作ってたんだな、あれで。あれでそうでござるか。ドームの人たちは喜んでくれたのでござるな。あれでドーム住民へのアンケートだと、ほう、同様の映画の配信を望んでいる声が多いようだ。ほんまに。ちなみに人気投票はナレーションがトップだ。まあ確かにな。キャットがテンション下がるような投票結果発表すな。まあ一番良かったからな。っていうか全然何もなかったから。めっちゃ落ち込んどるやないか。司令部としてはこの舞台を一回限りで解体するのを思っているわ。ただあなたたちの希望も聞いておきます。うん、もちろん求められてこそのヒーロー。みんなオッケーよね。ま、喜んでもらえたのなら うちはまたやったってもええけど、うん、次はもっとええもん見せたるわ。拙者協力するでござるよ。だからもっと見せ場を作ってほしいでござる。人気投票1位になりたいでござる。まあ、なんやかんやみんな目立ちたがりなんやな。ま、退屈しのぎにはなるか、うん。まあそう優しいタイプもあるし、うん、
お、それじゃあネクストミッション行くわよ。これで次の映画を作ると。へえ、さあということで、っていうか1日でここまでやってんねや。疲れさんやで、マジで。おい、何してるんだ。うん、どうしたんや。明日の撮影の台本作りよ。今のうちにやっておいた方がスムーズに進むでしょ。なあ、みっちみちやな、スケジュール。そもそも映画撮影なんて俺たちの仕事じゃないだろ。うん、そこまで労力をかけるほどのものか。本業ではないにしても、与えられた仕事には真摯に向き合うのがヒーローってものよ。なるほど。へえ、真面目やな。あら、差し入れ。ほどほどにな。優しい。ほう、こえ、めっちゃ良くない？マリアめっちゃいいな。さあということで、デイゼロに進んでいきましょうか。よろしくお願いします。さあということで、8時半からのスタートですね。今日もまあ映画撮影か。今日は映画を2カ所で撮るわ。正気か、昨日の倍目立てるでござるか。まあそう言ったらそうやねんけどな。一応理由を聞いておくが、どうしてだ。昨日の反応で私たちの映画はドーム住民に期待されていることが分かったわ。はい、なら、その期待に応えるわけじゃなくて、期待を超えてこそのヒーローってものよ。確かに。その結論が1日で2カ所取りか。量だけやたら多いアメリカ料理みたいな発想しやがる。それに、昨日の作業でノウハウをつかめたから、はい、時間的にも不可能ではないと思ってるわ。これもう1日で1本作るペースでいってんもんな。まあ、キャロルがそう言うなら止める理由はねえな。うちらはいつも通り戦うだけじゃけな。おかしなセリフ吹き込む作業があるけ大義がな。なあ、ここめっちゃ良くない？ここ。ああ、それなんだけど、でっかいな。追加で基地内のシーンも撮ることにしたわ。一応理由を聞いておくが、どうしてだ。昨日の編集でダンジョンの中の映像だけだと、はいはい、私たちのキャラクターを掘り下げるのに限界を感じたのよね。なるほどね。そもそも別人やったやないか。ていうか全員犠牲になったけどな、前の映画では。日常を描くことで見せ場の戦闘シーンがより劇的に輝くと思うのよ。まあそれはあるな。本筋に関係ない釈迦性B 級サメ映画みたいな発想しやがって。意外にこういうツッコミな、いろいろ言ってる。じゃあもっと目立てるでござるか。せやで。日常つっても何を撮る気なんだ。うん、うちの仕事量また増えるんかいな。というわけで簡単な台本を書いてきたわ。午前はこのカットを撮りましょう。なるほど。さあナービー広場に行くわよ。ナービー広場、何撮るつもりなんや。大所帯やな。ほんでちなみに前はメニューのこれ変わるって言ってたけど変わってんね。あのここのグローブね、反映されてるね。すげえわ。あ、かやもり。はい。ジッスみんな、これから映画の撮影？せやで。そうよ。うん。今日の映画は昨日のを上回る出来にしてみせるわ。楽しみにしていなさい。っていうかかやもりがキャラとしていんの新鮮やな。そいつは楽しみだ。私らの新曲お披露目のライブも今夜だから、はいはい、そっちも楽しみにしといて。うん。待てよ、何や新曲お披露目で。うち聞いてへんで。今聞かせた。練習まだ途中やで。いや練習しろってことやな。死ぬ気で頑張れ。ブラックすぎやばいな。あ、ブリティカ・バラ・クリッシュなんじゃんね。キャロルさん、ナマステ。マリアさん、ブリティカ、3HX の方を開けていて、ソーリーね。かわいいな。いえ、お二人の映画、個人的にも楽しませていただいています。ほんまに。お前も見てたのか。うん。私だけではなく、3HX のみんなで鑑賞しています。X 結構各国集まってる感じやけど、仲良かったりすんのかな。イエス、それは嬉しいわね。またね、あの舞台イベントとかでも見れるかもな。なんだ、この身内に秘密を見られたような恥ずかしさは。うん、皆さん映画に思うところもあるようなので、はい、近々感想などを伝えたいと。評価をもらってこその映画、ありがたいわ。
どんな感想もウェルカムよ。はあ、それでは皆さんにもそう伝えておきます。え、なんか会話めっちゃ可愛いな。あ、スモモ姉さん、どうやった？これから撮影かにゃ、うん、おお。昨日姉さんが出ている映画スモモも見たにゃ。どうやった？会うこと以外で姉さんが輝けているのがスモモは嬉しいにゃ。頑張ってほしいにゃ。ああ、頑張るよ。シスコンやないかい。お前が監督かにゃ。ええ、そうよ。よくも姉さんをあげて、してくれたにゃ。次はもっと光の当たる役にしないと許さないにゃ。こんなちゃんと持ってんの初めて見た気がする。ハンダスタン、分かった、分かったから銃を下ろして。ダークヒーローすぎひん。ヒーローではなかったけど。そう、あ、松代がいる。撮影の準備はもうできてるからいつでも OK だよ。はい。 31F の松岡が編集を担当してくれているの。基地内での撮影は彼女がヘルプしてくれるわ。なんか効果音の提案も松代やったしな。君たちを輝かせてあげるよ。さあ始めよう。はい、じゃあ撮影していきますか。どうなるんやろうな。一回ぐらいいいの撮れたらいいんやけど。まずは雨の中震えている動物に傘を差してやるヤンキーのシーンを撮るわよ。ヤンキー、なんやその取ってつけたようなコテコテの演出は。逆にリアリティなさすぎるやろ。うちには疎外のもん、日常茶飯事じゃ。してんのかい。ほんまにそんなやつおったんか。で、動物っちゅんはどこじゃ、うん、ナビーでも撮るんか。傘差してあげるにはでかすぎるぞ。でかい傘よそこらんじゃろ。大丈夫だよ、そこはカメラワークでカバーするからさ。いけんのかい。ほ、いやー、ここからならビャッコが子猫さんに見えるわ。あ、そういうこと。うち、ここで何もないとこに傘差し出して演技せにゃいけんのか。絶対これで雨やもんな。で、この二人関係ないもんな。全然興味なさそうに見てたし。すまねえな、ビャッコ。わけわかんねえよな。でも、少しだけ付き合ってくれ。いちごいいな、この顔。雨はこのじょうろで演出するのでござるか。うん、カメラのフレーム内だけ降っていればいいや。あとは編集で明るさを調整するから。なるほど。レディーアクション。まあでも凝ってなんかね、いろいろやってる感じやな。うまく撮れてんのかわからんけど。ヒーローたるもの、いつ出番が来てもいいように常に鍛錬を怠らないものよ。というわけで、はい、鍛錬のシーンを撮っていくわ。鍛錬って何の？普通に筋トレとかするってこと？それではまずは拙者から行くでござる、うん、忍術の修行はいつもやっているでござる。はい。それはスクリーン映えするわ。できんのかい。いや、めちゃくちゃすごいで、これ。いや、これ、使わな。まさしく忍者。え、これ戦闘で使ってる？見たことないけど。変身して空中をぐるぐる回る忍者ってどういうシーンで使うんだ。めっちゃ分身すんの強いんじゃないの？実際の戦闘で使ってるかは。次は相川の番ね。サイキック。よっしゃ、とこ見せたるで。おい、瞑想か。わ、何をしているの？確かに鍛錬って言ったらこれか。瞑想や。こうすることでサイキックの力を高めるんや。地味ね。地味言うなや。サイキックには重要なことなんや。大丈夫だよ、後でいい感じに加工するから。まあ、ドラゴンボールみたいに気が溜まってるイメージみたいな感じなんかな。で、他は？次はもっと普通のさりげない日常のシーンを撮るわ。マリアとイチゴ。じゃあキャッチボールでもするか。めっちゃ好きやな。いいわね、青春っぽくて。相手はマリアにしておきましょうか。キャッチボールできんのかね。なんで俺が。いいから、ここはキャッチボールしておけ。
あんまり目立つシーンに入るとどんな加工されるかわかんねえぞ。こっちはこっちで意気投合してんのやな。確かに一理あるな。キャッチボールなら変にいじられることもないだろう。よし、じゃあやるか。仲良くなってるっていうかタイプ似てそうやもんな。ああ、キャッチボールね。お、初めて見た気がする、この野球モーション。こんなん見たことないもんな、投げてる。へえ。オーケー、ここでの撮影はこれで終了よ。そんなモーションもあるんやな。さあ、ということで10時半、午前はまだ続いて、日常繊維の素材も集まったわ、うん、出撃まではまだ時間があるし、ほう、1時解散にしましょうか。はい。お前はどうするんだ。私は映画館のアーカイブで勉強して今日撮る映画の演出を考えてくるわ。勉強熱心やね。なんじゃ、面白そうなことするんじゃの。うちもついていて映画来るんや。 Of course、 他のみんなも来る。立ち居振る舞いの参考になるかもしれないでござるな、うん、まあただ待ってるのも暇だし行くか。ほう、ほうならうちはバンド練習の方に戻らせてもらうで。うち一人こんな忙しいね。まあ今日発表やしな。しかもさあ他の今日も試写室を貸してもらっていいかしら。ね、みんなで見に来たわけですが、はい、構いませんよ。ご覧になる映画は決まっていますか。まだ決めてないわ、うん、へえ。アーカイブの作品リストを見せてもらえる。少々お待ちください。見るのは決めてない。こちらが当館に保存されている映画の目録です。うん、うおー、ごついな。子飼いにあんのか。どうした、見つからないのか。いいえ、あったわ。これを貸してくれる。かしこまりました。うん、なんか思うっていうかあったんかな。なんかその子供の頃に見たやつみたいな。映画見てたらいい時間になったな。そろそろ出撃か、うん、今ならいつも以上にキレのある動きを見せられる気がするでござる。いつもいい顔してるよな。さあ行きましょうか。おい、What? まだここに用があるんじゃないのか。ほう、やり残したことがあるなら今のうちにやっておけ。俺たちにこんなのんきな時間が与えられることはめったにないぞ。そうね、ありがとう。ほう、なんかわかったんか。 Excuse me、 探してほしい映画があるのだけど、監督の名前からでも調べられる。はい、大丈夫です。どの監督の作品をお探しですか。スカーレット・ピーターソン監督の作品だったら何でもいいわ。少々お待ちください。これ子供の時のやつやんな。申し訳ありません、はあ、当館のアーカイブにはないようです。ないんか。そう、 Thank you、 手間を取らせたわね。うん、そんなに有名でもないしもう残ってないのね。へえ。 No、 気持ちを切り替えましょう。今は私の映画を撮るわ。さあということで午後からのダンジョンで映画撮影していきましょうか。